亭主はお料理をお仕切りに並べまして入室します。亭主が近づいたところでお客様、右左と膝をにじり寄りましてお料理を受け取ります。亭主は左右と下がって、そしてお辞儀をしまして、そしてお客様、本日は京畳でございますので右外に置きます。お料理が膝前に並びました。連客がいる場合はここでそれではご一緒にと言います。で、連客は、ご商売いたしますとおしお客様に言います。そうしましたら両手でお椀の蓋に手をかけます。そしてわー綺麗ですね、大きい方に小さい方を重ねましてお式の右側に置きます。そして、茶会席ではですね、お茶事の席ではご飯の方から召し上がるんですけれども、本日はお茶事ではございませんのでお汁からいただきましょう。両手でお汁を取りに行き、そしてこのように4本指で高台持ちまして、左手の親指は口に手を置いておきます。右手お箸を右側から3分の1のところ取りましょう。そして左手の中指中頃を捉えて右手上から下に滑らせて、そして最初はお汁をいただきますけれども、箸先を必ずお汁につけます。いただきます。うん、お出汁が出てます。そして左手中頃、右手下から上に滑らせて、今度はですね、箸先に口をつけましたので、左側お口がついたところ左側を浮かせて、そして両手でいきまして、次ご飯をいただきます。本日のご飯は本日のお料理、先ほど申し上げた通り宗花先生がお作りいただいてくださっております。ちょっとですね、全部蒸しました。あ、蒸してあるんですね。ちょっとここでお料理のご紹介をいたしましょう。はい、先ほど一番最初に私がいただきました小吸い物、小さいお吸い物の器に入ってますね。小吸い物と言います。小吸い物は先生、今回はちょっとお昆布のお味の薄めのスパセリになってますね。そしてこちらはですね、蒸し寿司とあるんですね。蒸し寿司というお料理がねあるんですね。私はちょっと初めて伺いました。京都では蒸し寿司が盛んで、そうですか。私の会社料理は京風なんで。京風の蒸し寿司となっております。はい、上にですね、飾られておりますのはエビと、そしてこれはたらこ、そして手前に、椎茸、そして、卵。ね、錦糸卵で、向こう側にございますのが、もみじたい細作りということですね。はい、ではまずご飯からいただきますね。お汁の後はご飯、やはり両手で取りに行きまして、そして胸の前あたりで4本指が高台、左手の親指上から口を持ちます。お箸右側から3分の1のところ上から取りましたらば、左手真ん中、右手上から下、そしてご飯をいただきます。ご飯は手前からいただきますよ。エビが乗っておりますので、エビからいただきますね。お客様、ご飯とお汁をいただいたところでございます。そうしましたら次はお酒の順番、缶鍋です。店主は缶鍋と杯を持ちまして入室しまして、一旦缶鍋はお膝の前に置きましたら、右向こう左手前、右向こう左手前と灰台を回しましてお焼却に渡します。お焼却は灰台ごと預かりまして、そして一旦右膝の右上に置きます。そして杯全部取りまして、一番下だけ残して杯を重ねまして、そしてご辞客にお渡しします。ご自身の杯を取りましたらば、杯をお酒をいただきまして、くれていただきまして、ここでいただきます。できましたらば、入り口に一旦置きまして、そしてお作りは左側にこの空いたスペースに杯を置きます。ここまでが茶会席の作法でございます。こちらはお膳として瀬岡先生並べてくださっております。
すべて並びました。とっても美味しそうですね。先ほどこちらのお敷の上に載っておりますお料理はご紹介いたしましたので、新たに2つ先生が並べてくださいましたお料理をご紹介いたします。かき小鉢、すごいですね皆さん。あの柿そのものが器にくり抜かれて器になってるんですね。とっても美味しそうですね。どんな味なんでしょうか。はい、そしてもうすでに和菓子も先生並べてくださいました。本日の和菓子、深山、深い山と書いて深山ですね。あ、そろそろそんな季節でしょうね。だんだんね色づいてだんだん涼しくなってきましたけれどもね。あ、こういう季節になってきたかというのがお菓子で分かるというのが少しとても風情があってよろしいですよね。はい、それではですねお作りをいただきたいと思います。お作り手よりもだいぶ大きい器になっておりますので、やはりお返しをいただき使ってまいりましょう。でお返し胸の前にこのように並べました。水平にしましたら左で深々と入りまして、ここでお箸取ります。右側から3分の1のところ、上から取りまして、左の中身の真ん中を押さえますので、右手から下に滑らせて、そして、いただきましょう。懐石料理では、もうすでにですね、お醤油がかけられているんですね。端っこからかけられています。海時代というのは私はすみません先生初めて私はお聞きしたんですけれども、海時代というタイの種類なんですね。とっても美味しいですね。旨味がありましてとても美味しいです。はい、それではお箸1番から3分の1のところを取りまして、左中頃中指で捉えまして、右手から下に滑らせて、そしていただきます。すごく綺麗ですね。これは白味噌としめじと松の実が飾られておりますね。あ、そうですね、上に少し、ね、こんがりと焼き目がついておりますね。しめじと白味噌とおつみ、そして中にはくり抜かれた柿の実が入っておりますね。あ、柿の実と柿と白味噌ってとっても合うんですね。相性が合うんですね。相性がいいんですね。松の実もとっても柿の風味です。本当ですね、すごく美味しい。とっても決定がかかっておりますよ。とっても美味しい、はい、一品でございました。それでは次にお菓子をいただきたいと思います。深山ですね、すごく綺麗ですね。あ、これはカステラが上にありまして、下にはお羊羹なんですね。でカステラもですね、これは何、ちょっとお味を見てみましょうか。小豆が混じられているカステラのようですね。はい、それでは今月でもうこの菓子は終わりです。あ、今月で終わりの菓子、来月からまた11月の新しい和菓子になります。あ、そうですか。わあ、綺麗ですね。ではいただきます。崩すのがもったいないですけれども、ちょっと端っこからいただきましょう。しっとりとしたカステラ味ですね。美味しいですね。下の羊羹と上のカステラがですね、しっとりさが同じですね。上のカステラもとってもしっとりしております。そして下の羊羹も超しっとりとして、下の羊羹の水分が少し上にこう染みているような感じですかね。とっても美味しいですね。で上の吹き寄せのようにこう飾られました もみじとイチョウの、こちらもお羊羹ですよね。こちらのお羊羹もしっとりとしても本当に美味しいです。はい、ありがとうございました。はい、本日のお料理、宗家先生の手作りの懐石料理をご紹介しています。このようなとっても豪華なお昼になっております。はい、皆様いかがでしたでしょうか。このようにですね、懐石料理はですね、最初にお汁とご飯をいただいて、神鍋でまずおかずをいただいてからお作りに手をつけるという形になっております。はい、それではまた皆様のまたのご視聴をお待ち申し上げております。本日はご視聴いただきましてありがとうございました。